創造性が花開くラジオ第112回花です。まりこです。よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、はい、はい、ちょっとお待たせしました。はい、なんと今日はいいものを、うん、はい、持ってきてまして皆さんに、はい、あの絵をお見せで、はい、あの絵面をお見せできないのが、はい、残念には向けてます。はい、残念なんですけどそうです、スマホに向けてます。はい、ですね、この度ですね、ずっとやりたかったことをやりなさい2の新版がサンマーク出版さんより、はい、8月3日に発売されたんですね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして私ゲットいたしました。はい、はい、ゲットいたしましたので、はい、気になる旧版との違いを今日はレビューしようと思いまして、はい、お願いします。はい、気になってる人もいるかと思いますので、うん、はい、ちょっともう遅い買っちゃった人もいるかもと思いますが、はい、あの大事なことなのでやっていきたいと思います。はい、あのあれですよ、ラジオに映らないんですけど今見せてるんですけど、マリコさんに、はい、旧版との、はい、まず大きな違いはですね、はい、はい、サイズがね、はい、サイズがまず全然変わりましたね、うん、一回りね、小さいですね。一回りどころかじゃないですか。一回りぐらいですか ね、はい、まあ、文庫本よりはちょっと大きいかな。り今時サイズですね。今時サイズに、はい、かなりコンパクトになって、うん、はい、カバンとかにも入れやすい感じに。宇宙兄弟と同じサイズです。あ、そうなんだそれで分かる人いるのかな、はい、結構ね、はい、そうなんですよ。カバンとかで持ち運びやすいサイズかと思いますので、うん、コンパクトなサイズが好きな人はね、うんうん、はい、新版がおすすめでして、でも厚みはそんなに変わんないんだよね。そうですね、うんうん、なので紙が薄くなってた。紙が薄くなってた。はい、紙は薄いです。はい、あと字のサイズは同じです。へえ、紙を薄くするだけで違うんだ。ほら、文字のサイズ同じだよね。うん、微妙に旧版のが大きいか。でもほぼ同じか。ほぼ同じくらい、うん、行間が気持ち詰まってるかなぐらいで。そうですね、うん、そうなんです、はい、うんうん、なので、はい、持ち運びやすい感じになってますね。まず審判の方がね、うんうん、はい、次にですね、あの太字にの文章が、うんうん、あのところどころ大事なところが太字になってます、うんうん、はい、これは旧版ではないんですよ。旧版は太字はないんですけども、うんうん、はい、あの審判は大事なところがちょっと太字になってまして、うん、はい、ちなみにこれは、うん、あのアーティストウェイ あの1の方でも、うん、審判は太字になってる。あ、そうなんだ、うん、そういうのが、はい、審判になるとね、よりなんか読みやすさをちょっと今どきな感じにね、うんうん、はい、はい、キャッチーにした感じがありまして、うんうん、はい、あとですね、2は本文中に結構今週の課題っていうのがあるんですけど、うん、で、うんうん、今週の課題がね、あの旧版だと、うん、もうなんか全然普通に本文の中に同じ文章で書かれてたんだけど、うんうん、あの審判だとちょっとこう何囲まれてて、うんうんうん、今週の課題っていうところが見やすくなってたりとか、うんうん、はい、あともう一つですね、私がざっと見たところ、うん、後書きが、うん、特にあの訳者、翻訳者の後書きが短くなってました、うんうん、はい、審判の方が。なるほど、はい、そのくらいかな。はい、なので大きな違いはなかったですね、本文には、うんうん、はい、なのであの2の旧版を持ってて、うん、審判買おうかなとかって思ってる人は、うんうん、まあよっぽどマニアじゃなければ別に、はい、旧版のままでも大丈夫かなと思いますが、はい、はい、まあ、私は両方揃えて、うん、あのどっちがどうかあの見比べてグフグフ言ってましたけど、うんうん、言ってましたけど、銀ちゃん、はい、あれ銀ちゃん来たか、銀ちゃん来た、うん、そうそう、ね、旧版のね、翻訳者の後書きが、うん、あのまあ、審判ではなくなっちゃったんですけども、うん、まあ、そこに何が載ってるかっていうと、まあ、あのジュリアさんが、うん、まあ、どういう人生 で、うん、でアーティストウェイの1を出してから、うん、なんかいろいろあってまた2を出して、うんうん、で2の後さらにまたね、いろいろなあのシリーズ本が出たみたいな、うんうん、はい、ところがあの詳しく載ってたりしますので、うん、まあ、ジュリアさんの人生に、うん、はい、興味がある方はちょっと旧版のね、うん、翻訳者後書きを見てみてもいいかとは思いますが、翻訳者の方と、うん、ジュリア・キャメロンは、うん、なんか知り合いなんですかね。謎分かんない。でも本を翻訳とかする時ってどうなんだろう、やり取りとかしないのかな、うん、ね、ね、どうなんでしょうね。なんかほら、うん、割とお友達付き合いぐらいな関係性だとさ、うん、よりさ、うん、本人に近しい言葉になるのかなとかさ、うん、ニュアンスとか ね、うん、どうなんでしょうね。どうなんでしょう、謎なんです、うん、その辺は、ね、関係性にも、はい、でもあれか、客観性を持って書くにはさ、うん、やっぱ、うん、ね、ある程度の距離、なんかビジネス的な距離感の方がいいのかなとかさ、うん、あるよ ね、うんうん、なんかね、そもそもその本を翻訳するときってどういうシステムでやるのかとか ね、全然知らないから。はなさん、そういうのやってみたいですか。やれるもんならやってみたいけど、でも全然英語とか
あれだから、私英語できたらジュリアンのそのシリーズ本全部翻訳してますよ。へー、うん、そんなに好きなんだね。1ダースぐらい出てるって言われてますけども、そうそう、なんかね、ジュリアはそのアーティストウェイの1作目が、うん、あの世界的に大ヒットして、うん、その後シリーズ本でもなんかいろいろ手を変え品を変え、うんうん、あのいろんな人に届くようにね、いろんな表現でアーティストウェイをね、まあ、ジュリアのメソッドを、うんうん、あの続けて書いてるんですけども、うんうん、その中にはあの、ね、去年やってたライトトゥーライトっていう、うんうん、そのあなたも作家になろうっていう、うんうん、ちょっと書き出し系のワークばっかり の、うんうんうん、あの本とかもあるし、うんうん、あとちょっと変わったところではなんだっけ、ダイエット、うん、ダイエットの本、書くことでダイエットしようみたいな本もあるとかっていうのがね、この旧版の後書きに書いてるんですけども、うんうん、あ、ザ・ライティングダイエット、書くダイエットだって、うんうんうん、あとちょっと豊かさとか、うん、お金とかに焦点を当てた、うん、豊かなハートっていうね、うん、本も出されてたりとか、はい、いろいろどれもこれも読んでみたいじゃないですか。なんかカラフンさんは全部お持ちなんですか？うん、あ、全部は持ってない、全部は持ってないけど、うん、ゆくゆくは読みたいなと思って英語をあのちょっとずつちょっとずつ頑張っております。ジュリアの本は日本語になってない本もあるんですか？日本語になってない方が多いね。あ、そうなんだね。そうなの、そうなの、そうだから、やっぱ英語できるといいよねとか、ね、なんか英語の話になってますけども、いやなんかさ、うん、英語多言語で本とかさ漫画とか読めるとさお金かかんなかったりするじゃん、うん、多言語で、うん、あのジャンプとセミうるさい、セミうるさい、めっちゃセミ鳴いてます。八王子、ジャンプ確かさ英語版も無料公開とかされてんだよね、うん、どこかでね。あ、そうなんだ。そうそう、そっか、他の言語で読めるってことね。そうそう、お金かかんなくていいんだよね。そういう技もあるんですね。そう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 。そっか、それが公式になんか、うん、あの公開されてるんだよね。そうなんだ、うん、いいね、漫画をね英語で読むとかって勉強にもなりそうですし、うん、なんでしたっけ、鬼滅の刃なんでしたっけ、鬼滅の刃デーモンスレイヤーでしたっけ、マジでデーモンスレイヤーだけど、なんかそれだけで違う話な感じがするけども、うんね、うん、そうなんだ。じゃあ今日はちょっと英語を頑張ろうっていう結論でしたでしょうか。はい、はい、じゃあ新版と旧版の、はいはい、違いをレビューしてみましたので、はい、ご参考になりましたら幸いです。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた。